マイク・コークランはアメリカ合衆国のプロレスラー。ミズーリ州セントルイス出身。マット・サイダルのリングネームで活動する兄のマット・コークランもプロレスラーである。2008年2月10日、プロレスラーデビューを果たす。アイオワ州を拠点とする 3XW にてキャリアを積む。2009年8月1日、フロリダ州を拠点とするフィップのヒートストローク2009に参戦。 クリス・ジョーンズと対戦。終盤にムーンサルトプレスを決めようとするが、カウンターのドロップキックからフライングクロスボディへとつなげられ、最後にアサイディリティを決められ敗戦。同月8日、ペンシルベニア州を拠点とする CZW のエータングルドウェブ2に参戦。8ウェイエアリアルアサルトマッチに出場するが勝利を飾ることができなかった。同月21日、 3XW キングオブデモアンヌ2009にてザック、トンプソンとハイフライヤーズなるタッグチームを結成して 3XW タッグ王座を保持するジェントルマンズクラブに挑戦。勝利してベルトを獲得。2010年8月30日、ローオンハドネットにてエディ・エドワーズと10ミニットハントマッチを行うが、試合開始と同時に足を取られるとアキレスロックを極められ、 わずか36秒で敗戦した。8月28日、ペンシルベニア州を拠点とする力のヤング、ライオンズカップ8にエントリー。1回戦で、矢野啓太と対戦。最後にブリッチングフロントフェイスロックを決められ敗戦。10月4日、ローオンハドネットにて、タイラー・ブラックと対戦。試合開始時に挑発されて、クドロップキックを決めるが、それ以降は、 一方的にやられ、最後にゴッツラストギーフトを決められ敗戦した。2011年7月14日、ペンシルベニア州を拠点とする IWC のマウンテン、ステートマッドネス2011に参戦。ローガンシュー路と対戦。終盤にシュー路のダブルストンプを避けると、サンセットフリップを決めて勝利した。9月9日、ドラゴンゲート、USA チ h a シングザ・ドラゴン2 0 1 1にて、 エリミネーションマッチに出場。コークスクリュームーンサルトやウラカナナなどの大技を出して観客を魅了するもブロディリーよりパワーボムを暗らい敗戦した。2012年9月8日、ローオン SBG にてマイケル・ベネットと対戦。終盤にスタンディング・ムーンサルトを決めるがカウントに出返されボックスオフィススマッシュを食らうがホールしなかったベネットの隙をついて カウントアウト勝利を決めた。12月8日、カンザス州を拠点とする MPW に参戦。MPW カンザスヘビー級王座を保持するブラッドリー・チャールズに挑戦。勝利してベルトをダッシュした。2013年1月19日、ロー・オン・ SBG トップ・プロスペクツ・トーナメント2013にエントリー。一回戦でキューティー・マーシャルと対戦。 最後にスタンディングムーンサルトを膝での剣山でカウンターを食らうとゴッズラストギフトを決められ敗戦した。6月、ローで地図海ドゥーとパーティーボーイスなるタックチームを結成しタック戦線に進出。9月、日本の団体であるドラゴンゲートに参戦。初来日を果たす。連敗が続くが10月4日の UT 同月13日の両津清水との対戦で。 引き分けという結果を挙げた。2015年1月31日、MPW にて、MPW カンザスヘビー級王座を保持する、タイラー・クックに挑戦。勝利して、ベルトをダッシュした。6月、ドラゴン・ゲートに参戦。7月7日、マット・サイダルと、兄弟タッグを組んで、ヤマト・パンチ、富永と対戦。最後に、 マットが富永にシューティングサイダルプレスを決めて勝利した。同月20日、神戸プロレスフェスティバル2015にてスペルシーサーシャチホコボーイと組んで UT& コトカエルリンダマンと対戦。最後に、スペルシーサーがエルリンダマンにヨシタニックを決めて勝利した。2016年4月23日、イリノイ州を拠点とする HRW の HRW It's Good 2。 BE ザ・キングに参戦。HRWO ザ・争奪トーナメントにエントリー。準決勝でタイラー・コープランド、決勝でエルビス・ワリアーガに勝利して優勝。ベルトを獲得した。7月、ドラゴンゲートに参戦。同月7日、斉藤、ジミー・リョー堀口元気、HAG、ミーと組んで、荒井健一郎&、ジミー・クネス・ JKS&、ジミー・神田で、 ジミーズ対決を行い、最後に、クネスが堀口にバックスライドタイムズを決めて勝利した。ありがとうございます。